はい、お疲れ様です。今日もね、オレントアルカディア動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、お知らせがねたくさん来ているので、こちらに関して、見ていこうかなと思います。まず競合王妃、読み方は、間違ってるかもしれませんが、新サーバーにおける競合王妃イベントの調整ということで、このイベントは戦国イベントですね。はい、伊達と真田が来たやつで、確か1周年だっけなこれ。もう1年前か、まだ1年には経ってないけど、っていう感じで、新サーバーにおいてこの競合王妃イベントが調整されるということで、この戦国イベントが取りやめになるということですね。で、3月28日午前5時以降に開放する新サーバーに反映されて、すでに当該イベントを開催しているサーバーには影響しないということなんですけれども、これちょっとよくわからないのが、3月28日以降に開放する新サーバーで戦国イベントがなくなるということですよね。じゃあ例えばこのちょい前に、開放されたサーバーっつうのはどうなるんだって話で、戦国イベントがね、その後発サーバーでどういう風に開放されているかっていうのがちょっと自分わからないので、まあこの辺はですね、ぜひコメントでも教えていただけるといいかなと思うんですが、どうなってんだろうね、後発サーバーの戦国イベント、要は伊達と真田ってどういう風に登場してきてるんだろうね。自分はあの戦国イベントは来てないのかなと思ってたので、1周年イベントの時に来たような気がするんで、まあそれすらもちょっとね、あんまり覚えてないんですけど、あんまり使われてないしね、戦国武将、残念なことに。まあとりあえず3月28日以降の新サーバーでは戦国イベントはないということで、本来この競合王妃戦国イベントでリリースする戦国英雄2名、真田と伊達ね、は新しいレイド魔将で入手できるように調整いたしますと。調整反映範囲は全てのサーバーですということですので、まあなんでしょうね、大遠征とか、ああいうキャラがね全部いっぺんに出てますよね。これは、全てのサーバー、先発後発サーバーひっくるめて新しいイベントが来たら、同時に行いたいというような運営の、意図があるんだと思うんですよね。だからこの戦国イベントっていうのも、後発サーバーは、順次開催していくっていうのではなくて、新しいレイド魔将でこれでもらえるように調整がされるということのようですね。はい、まあこれはもちろん賛否両論あります。はい、まあこれどっちがいいのか分かりませんよね。まあちょっと難しい問題で、まあ普通どのソシャゲもね、なんかその X とかで新しいイベントがやってますみたいなのが流れると思うんですけど、まあそういった時はゲームをね、それを見て、ああやろうと思ってログインして、まだ後発サーバーは開放されてませんみたいなのってないのでね、だからオリエントアルカディアはかなり特殊だったと思うんですけど、それがだいぶ慣らされていっているというところなので、戦国イベントも同様に、このような修正が入ったということなのかなと思います。賛否両論はあると思います。はい、でこの新しいレイド魔将ね、これがどういう風になるかっていうのは、もちろんまだ出てないんですけど、ちょっとあったのが戦略性が問われるとかあった気がします。あとなんか時間のことも書いてあったと思うので、今あの8時45分ぐらいからあの船のイベントがやって、その後にレイドをやるんですけど、まあどうなることやらという感じですね。3月28日のアップデートで調整されるということだから結構すぐですね。はい、2週間以内にされるということですので、まあこれはね、情報を待ちましょうという感じです。まあ個人的にね、気になるのは、これ以降の戦国イベントはどうなるのかっていう感じで、1周年で伊達と真田が来ていたとすれば、確かあのストーリーもですね、なんだっけ、なんか集めてたんだよね、鏡だっけ、八華鏡はそれは諸葛閣か、なんか集めてて、新しいのがね、日本から、日本からっていうか、戦国からね、
大陸の方に飛んでいくみたいな、流れがあったと思うので、まあどうなるんだという感じだったので、まあそれがね、続くといいんですけどね、もしかしてそれが、実はもう終わりですみたいなのだとちょっと寂しいんですけど、まあこれはもう運営さん次第ということでございます。そして事前登録報酬を調整し、ここに書いてあるものに変更されると、3月28日以降の新サーバーに反映されますと、最後にメインストーリー報酬を調整、戦国英雄に関連する報酬を他の報酬に変更いたします。これね、気になりますよね。戦国英雄に関する報酬を他の報酬に変更するってことは、戦国イベントがもう終わってしまうのかなという感じにも取れるんですよ。戦国イベントがもう終わるから、新しいサーバーでこの競合王妃をなくして代わりにレイド魔性で取れるようにしているという風にも取れるんですよね。はい。ぜひ皆さんのご意見、感想、聞かせていただけるといいかなと思うんですが、その線もなくない？これね、3月28日5時以降に開放する新サーバーに反映されます戦国英雄に関するポップアップバックを調整し、ね、このポップアップバック、なかなか聞かない言葉ですけれども、全サーバーに反映されますということでございますね。はい。いや、どうなるんだろうね。だってこれアイテムっていうかさ、戦国英雄に関連する報酬を他の報酬に変更する必要ないじゃん。いや、でもあれか、後発サーバーで新しいその戦国イベントが開催されないっていう風になってる以上、そうか、そういう報酬はなくしてっていうこと？でも次の戦国イベントが来るんであれば、あの辺の報酬はだって引き継いでもいいよね、と思うんですが、そう考えると戦国イベントなくなる可能性もあるかなという気もしますね、これ読むと。わかんないけどね。はい。まあ、いずれにしても、ちょっと情報を待ちましょうという感じでございます。そして、スキン、孫昌光を初心者イベントの期間限定スキンショップで購入できるように調整いたします。はい。まあ、この辺のスキンはですね、まあ、前回の調整かなんかでも変更されてるんですよね、確か。違ったっけ？主人公の白スキンとかも取れるようになったんだっけ？なりましたよね。もうなってんのかな？はい。ということで、まあちょっといろいろね、先行サーバーと後発サーバーでの、格差というか、をなくすためにいろいろやっているのか、何なのか、ちょっとわかりませんね。はい。まあいずれにしても3月28日、オリエントアルカディアなんか変わりそうな気もしますけどね。はい。で、あとはですね、大遠征、これね、3月19日から明日ですね、明日から女子が2人来るということで、まあ、これに関してはですね、ちょっとまだ性能把握してないので、登場してからになりますけど、動画また上げていきたいと思います。あとこれ、帰郷の旅ね、これあるんですが、これどういうやつでしたっけ？名前は覚えてる。はい。まあ、いずれにしても報酬はもらえるということですから、しっかりやっていきましょうという感じでございます。はい、ということで今回はですね、お知らせの内容をね、ざっと見ていきました。ぜひ皆さんの感想など、聞かせていただけると幸いです。はい、それではね、今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴